さあ、じゃあ次ですね、282話、ここからちょっとですね違った形のやつをやりたいんですけども、同じ意味になるように、大体同じ意味ですね、大体同じ意味になるように、さあ括弧の中を埋めてくださいとね、いうことですけど、一番最初これですね、お前には関係ない、前には関係ないというやつをですね、さあビジネスを見てわかるんじゃないですかね。だから、それからさあどうでしょうか。ビジネスがすごいヒントですけどね、お前には関係ない、ほっといてくれ、口を出すなっていう時ですね。さあまず有名なやつは None of your business ですね。 None of yourビジネス、ね、お前さんのこのビジネスって仕事っていうよりもですね、関係することとかですね、携わることとか、そういうニュアンスで使ってますけどね。ビジネス、あなたのやることではないということですね。はい、それから、Your own business、 さあこれ知ってますか。同じような意味にするんですよ、ほっといてくれ、お前は口出すなっていう時に、今度はお前さん自身のビジネスだけ、お前のやるべきことだけをやっとけというんですね。はい、こういうふうに言います。マインド、これ気にしろってことです。気にかけろ、気にかけろ。 Mind your own business、 お前さんのやることだけ気にかけてろ、他のことに気を配るなとね、いうことで、余計な口出しするなという時に使いますね。はい、それから本当にもうなんかこう何の無関係ですっていうね意味で You have nothing、 さあ出ましたよ、 Something to do with だったら何々にちょっと関係ある、 A lot to do with だったら何々に大いに関係があるね、You have nothing to do with it、 全く関係ないですね、いう言い方です。さあ大丈夫でしょうか。次、今度は283番ね、よいしょ、今度はですね、好きです、彼女は、旅行がすごく好きです、これいきましょうね、283番、彼女は旅行がすごく好きです。さあいろんな言い方ありますけど、こんな風に言ってみましょうか。こうだったり、あとは She has a strong さあ強い何を持ってるんでしょうか。She isまずこっちですね、 She is extremely 極端に、さあこれちょっとなしにすると分かりやすいと思います。 Be なんとか何々が好きです、 Be fond of ですね、 Be fond of、 彼女は、まあ、極端に旅行が好きです、まあ、すごく旅行が好きですとね、 Be fond of 出てくるようにしておいてください。それから She has a strong、 さあ何々に対する強い liking を持って、この好み、liking っていうあるんですよ、ね、それから She is an enthusiast、 熱心な、熱心な、ここほら、案がついてるから名詞が来ますね、熱心な名詞です、旅行する人、 Traveler ですね、 Traveler、ね、
あの L はですね、ここね、L1 本でも2本でもどっちでもいいんです。2本書くと確かイギリス綴りですね。1本の時はアメリカ綴りということで、まあアメリカ合理的ですから1本でも少なくしようと。ね、無駄を省こうということですか。はい、こんな言い方ね、よくチェックしておくといいと思います。大丈夫ですか。じゃあ今度はですね、284番ですね。その課題は私には難しすぎる。その課題は私には難しすぎる。まあ普通に言ったら何ですかね、アサイメントっていう、これ覚えとくっていうですね、この単語何かと出てきますからね。アサインっていうのはこう手配するっていうか、あなたこれやんなさいっていうふうにね、いろいろ指名することですね。それアサインって言いますけどね。そのアサインされたものということで、あの課題とか与えられた課題とか、そういう意味で使いますね。The assignment is too difficult for me ですか。こんな風に言えますよね。難しすぎる。too difficult for me、まあ、やるのにはなんてこんなくっつけてもいいんでね。いや、私がやるのには難しすぎるということですが、こんな内容を、はい、こういうふうに言ってみましょうってことね。まず、The assignment is なんとか my ability。 さあ、このパターン難しすぎて私にはできないっていうニュアンスを出すにはどうしますかね。 The assignment is なんとか my abilityこれ、more difficult と my ability 言わないですよ、そんなことはね。はい。The assignment is... さあ。よく能力を超えてるって言いますよね。能力を超えてる beyond ですね。The assignment is beyond my ability。私の能力、限界を超えてるっていうことで、私にはできない。というニュアンスが出てきますね。はい、それから次ですね。I'm not... wow。これ難しいですかね。I'm not なんとか to the assignment。 これ E で始まるんですけど、これ equal って言うんですね。 equal イコールです。何々とイコールじゃないっていう形ですね。私はその課題とイコールではない、まあ、実力的に言ってイコールな実力になってないってね、いうことです。こんなもん長文で出てきた時にスラッとね、さらっと読めるようにしてくださいね。はい、それから、うん、これも難しいですね。My ability falls なんとか of the はい、さあどうでしょう。私の能力は falls なんとか、フォールショートです。ショート、なんか寸足らずってことです。ちょっとそのアサイメント課題をやるには私の能力がちょっと寸足らずですと、ちょっとだけ届かないっていうね、そんな感じですね。はい、で、フォールショートってこれ熟語なんで、何々にちょっと足らないって言ってフォールショートですね。はい、だからこれよくなんですかね、フォールショートオブリクワイアメントって、その要求っていうか、例えばですね、資格で大学卒業で何とかのテストを何百点以上取ってなきゃいけないとか、そういうリクワイアメント、要求がありますね。その要求にを満たしていないね。まあ、例えば my career ですか、私のキャリアはこれこれを満たしていませんなんていう時にね、ちょっと足らないっていう時に fall short of、 こんな風にも言えますね。 fall short of the requirementはい、このフォールショートオブなんていうのね、なかなか言えそうで言えないですから、覚えておいてくださいね。